イワナ、ヤマメ、そして外来魚のニジマス、これらは渓流釣りの対象魚として親しまれていますが、とりわけ姿の美しいヤマメは人気があり、昔から大勢のファンを持っています。しかし昨今は数だけでなく、どこの渓流でも場荒れして、大きなイワナやヤマメは以前ほど釣れなくなりました。方よりも数という人は別として、ヤマメファンなら魚拓や剥製にして、その姿が思い出に残るような大物を釣りたいと常に思っているでしょう。そこでこのように型の良いヤマメを釣る金属ラインを使用した最新テクニックを紹介しましょう。ここに大ヤマメを得意とする若手の名手がいます。彼、諏訪本修造は渓流釣りにまだ登場して間もない金属製のラインを導入して大きな成果を収めました。そしてさらに従来の脈釣りだけでなく、金属ラインプラスインジケーターという画期的な新調法も開発しました。ではなぜ金属ラインを導入したのでしょうか。それは今までのナイロン糸にはない優れた特性を持っているからです。では諏訪本の仕掛けを見てみましょう。まず空中糸を竿に取り付けます。伸ばします。空中糸はナイロンです。水中糸を取り出しまして、この水中糸が金属ラインなんです。そしてこれのナイロン糸の部分を空中糸に接続します。はい、この仕掛けは金属ラインの脈釣り仕掛けです。竿は 7.2 メートルの高調で先調子のもの。空中糸は誘導式でナイロン 0.65 を4メートル。付け糸は上がナイロン 0.2 号から 0.5 号を20センチ。下も同じで長さは20から30センチ。水中糸は金属ラインの 0.0 号から 0.2 号を3メートル。重りはガン玉の7号から BB。針はアマゴスレ針5から6号となっています。金属ラインというのは、もともと鮎の友釣り用に開発された釣り糸です。まず金属製なので、細くても強いのです。強さはナイロン糸の約 2.5 倍から3倍と言われています。また比重はナイロン糸の7倍とも言われ、当然ナイロン糸より沈みが良いので、重りは基本的にナイロン糸の3分の1で済みます。細いラインと軽い、すなわち体積の小さい重りは、水の抵抗が少ないので、餌に不自然な動きを与えないメリットがあります。しかし金属ラインはキンク、すなわちねじれて輪になった状態で引っ張ると簡単に切れてしまいます。そこで結び方に工夫が必要です。キンクに弱いので、水中糸となる金属ラインの両端、すなわち空中糸と針を結ぶ部分はナイロン糸を継ぎ足します。金属ラインとナイロン糸の結び方は、ほとんどのラインメーカーが電車結び、およびそのバリエーション、そしてクッションとしてちり紙や添え糸を併用する方法を推奨していますが、決して強度は十分とは言えないようです。そこで諏訪本は結びつけるのではなく、編みつける方法をとっています。これだと金属ラインに力のかかる部分はまっすぐなので、ねじれや折り目がつかず、電車結びより強度が 1.5 倍から2倍近くもあります。では実際にどちらが強いか比べてみましょう。このように電車結びの方が先に切れました。もう一度見てみましょう。
実験では電車結びが約 300g、 編み付けは約 600g で切れました。それでは編み付け方です。まず15センチぐらいに切った金属ラインを2つ折りにして、端を普通に結んで全長7センチぐらいのループを作ります。このループは何本か作っておくと、釣り場に携行するスペア用の編み付けの芯となるので便利です。次に小さな輪ゴムとフックを用意します。そして輪ゴムにナイロン糸、その他丈夫ならどんな糸でも結構ですから取り付けて、端をバイスに挟みます。次に先ほど作ったループの結んだ方をバイスに挟みます。そしてこのループに輪ゴムのついたフックをかけてピンと張ります。次に編み付け用のナイロン糸を30センチほどの長さで2つ折りにして、さらに端を5センチほど折り返します。この部分は補強用の添え糸です。そしてこれを8の字結びにします。結び終わったら余分を図のように切り捨てます。このように先が2本に分かれた状態にします。次に仕掛け巻きの方をバイスに 2,3 回巻きつけて留めておきます。そして二股になった2本の糸を張ってあるループの下にあてがって本結びで1回結びます。次に結んで左右が逆になった糸を、右側の糸は左側に、左側の糸は右側に持ってきて、ループの上で交差させたら、下に回して左右を交差させて編んでいきます。これを15回ぐらい繰り返します。そうしましたら余った糸を本結びで2回結びます。次は本結びではなく部章結び、すなわち2本を一緒に結んですぐ締めずに1本ずつ左右に振り分けて締めます。そうすると先に結んだ本結びのところで締まります。ここまでの段階のものを最初何本か作っておいたループを使って編み付け部分を何本か作っておくと、釣り場で即交換可能なスペアとなります。接続はループに水中糸となる金属ラインを通します。次にループを引っ張って編み付け部分を水中糸の方にずらすと金属ラインが通ります。そしてナイロン糸の端を先ほどの部章結びで2回結びます。締め方は前と同じです。
なお、編むときに強く編むと水中糸が通りにくくなるので注意してください。結び終わったら糸の余りを切り捨てて、金属ラインの端を念のために滑り止めとして1回結んでおきます。さらに1センチぐらい離れたところでもう1回結んでおけば完璧です。これで編み付けは終わりです。慣れれば意外と簡単にできます。これで水中糸と接続されました。上になる方は空中糸に接続します。長さ25センチぐらいに切って端を8の字結びで乳輪を作ります。これを誘導式の空中糸の誘導部分に取り付けます。この誘導式空中糸は諏訪本は自作していますが、市販品もあります。乳輪に空中糸の誘導部分を通して締めれば空中糸と接続されます。下になる方はハリスとなります。長さは短いほど金属ラインの特性が生きますが、短すぎると2度3度と針を取られたとき結びにくくなるので20センチぐらいが適当です。重りは針上18センチのところにつけます。重さの目安はご覧の通りです。脈ずりの場合は目印が必要です。最近は新素材使用で取り付けが簡単な目印も出ています。もちろん金属ラインにも最適で移動も簡単にできます。それではこれから川虫を取ってみます。岐阜の郡上八幡で使っているカムシ取りの網なんですけれども、これを使って実際にやってみます。このような背落ちの浅い背のところでこのように場所を攪拌させて取ります。平田陽炎はこのような小砂利底のところに早期はかなりいます。これが平田です。これが鬼チョロ、ここに見えるのが金箔ですね。このように取れます。渓流釣りの餌はたくさんの種類があります。真夏は陸生昆虫も良い餌となりますが、シーズンを通じて有効なのは川虫と呼ばれる水生昆虫です。これも種類が多いのですが、この代表的な4種類を用意すれば十分です。またそれぞれ特徴はあっても場所によって使い分ける必要はありません。カメチョロ、または単にチョロと呼ばれる虫は、水のきれいな川に生息していて、渓流魚には最高の餌と言われています。頭の後ろの部分、背中の部分から尻尾にかけてこのように通します。カメチョロの小さいものは2匹刺します。なお、餌の刺し方は釣り人によって異なります。これは諏訪本の刺し方です。このような状態に刺します。ピンチョロはカメチョロと違って都会近くの里側に多いので比較的手に入りやすいのです。また食いの良さはカメチョロに匹敵します。付け方はですね、背中の方にちょんがけでこのような感じにつけてください。
黒川虫もまたあまり綺麗でない川に多く生息しています。そして食いもよく大物が来ることで知られています。付け方は背中にこのようにちょんがけにします。そしてこんな状態にします。本流で威力を発揮する時がかなりあります。オニチョロも各地の川に広く分布しています。前の3種に勝るとも劣らない良い餌で、これもよく大物狙いに使われます。付け方は背中にこのようにちょんがけにします。そして川が増水して川虫を取ることが困難なときはミミズを用意すれば OK です。またオールマイティーなのでこれだけでも釣りになります。私はこのミミズ投資を使って餌をつけます。まずこの鉢巻きの下の部分に水水投資を通します。通しまして尻尾の手前の部分でこれを抜きます。そして針先をミミズ通しの穴に入れ、これをこの糸を張りながら移動させます。移動させましたら抜きます。でこのような状態になります。まず釣り場を選びます。大ヤマメは大場所や支流、枝沢に多くいます。大場所とは釣り人が半渓流とか平場と呼んでいる、夏は鮎釣り場にもなる里川で、この場合の大は川幅が広いという意味です。必然的に中下流域になります。また上流域でも大きなトロ場、いわゆる大トロも狙い目です。そして堰堤下の落ち込み、つまり滝壺のようなところも好釣り場として見逃せません。魚のいるポイントは、このような縁の場合は、まず下手から攻めます。あの2つ岩がありますけれども、あの巻き込み、あの巻き込みからあの流れの尻にかけて、あそこも、こちらの方に右側の方にいい場所がありますんで意外と見落としがちです。それから、この縁の開きですね、ちょっとこちら側へ来ていますけれども、ちょっと複雑な流れをしていますが、ここら辺もいい場所です。それからあの泡の切れのあたりですね、ちょうどあのぶっつけに当たりますけれども、そのちょっと手前のあたりですね、あの背脇ですね、あそこのライン、あそこもいいポイントです。それと向こう側に行きまして、あの強い流れと、弱い流れの間、やはり背脇ですね。それからあのぶっつけにかけて、これ高ポイントになります。振り込みは、まず、利き手に竿を持ち、左手に、仕掛けを持ちます。そして、竿をこのように振り込んでポイントに入れます。もう一度スローモーションで見てみましょう。次は後ろからです。再びスローモーションで見てみます。左手に持った仕掛けを離すと同時に両手で振り込み、竿の反発力で仕掛けを飛ばします。それで今両手で持っていますが、私の場合は 6.3 メーター以上の場合は両手保持でします。これの特徴はテコの原理を利用して早合わせが効くことです。餌を投げ込む目標はポイントの上手、1メートル以上離れたところに静かに餌を落とします。
投入したら餌の流れに従って脈釣りの場合はラインがなるべく垂直になるように竿を下流へ送っていきます。餌は流れの方向と速さに合わせてあくまでも自然に流すことが大切です。餌を流す水の層は季節と水深によって違います。水深80センチ以下の場合は特に水の上層下層を考える必要はありません。中層の下を流す気持ちでやります。次は合わせ方です。合わせは左手を支点に右手を下げます。このような手順で行ってください。もう一度スローモーションで見てみましょう。右手を下げます。このような状態です。もう一度見てみます。左手を上げないのがコツです。当たりは目印の動きで取ります。もう一度見てみます。ここです。目印が回転して上流へ走りました。しかしいつもこのような大きな当たりばかりではないのでどんな小さな目印の変化でも見逃さないようにします。風もないのに回転したり一瞬止まったり突然方向が変わったりしたら当たりです。また変化が現れなくても変だなと思ったらとにかく合わせることです。いい方ですね。それでは引き抜きの方法について説明します。まずなぜ引き抜きが有効かと言いますとその場をバーレさせないこと取り込みがスピーディーだということ、もう一つは細糸が直接手で持たないために持つということです。それではこれから実際にやってみましょう。かかった魚を水面上まで竿のパワーで浮かします。かかった魚の顔が水面上に出ましたら頭をこちらに向けて引き抜きます。今度は真横から見てみます。さらにスローモーションで見てみましょう。初めから一気に力を入れずに徐々に力を入れて竿を溜めて抵抗が軽くなったところで抜きます。反対側から見てみます。腕の力だけでなく、体全体をバネにして抜きます。さらにもう一度スローモーションです。竿は勢い余って後ろに倒しすぎないように、
徐々に力を抜きます。引き抜きは諏訪本も言うようにいろいろな利点があるので、これからは鮎釣りだけでなく渓流でも主流になると思われるので、ぜひマスターしてください。それではこれから金属ラインのもう一つの釣り方、金属ラインルースニング釣法をやってみたいと思います。その金属ラインルースニング釣法に必要な、これがインジケーターです。ストライクインジケーター、略してインジケーターまたはマーカーというのは、ストライクは当たり、インジケーターは示すもの、マーカーはズバリ目印という意味です。つまり小型の浮きと思えば分かりやすいかと思います。さまざまなタイプがありますが、挟み込んだり巻きつけたりするものは金属ラインにダメージを与えるので、この釣法には適しません。キンクに弱い金属ラインをねじったり曲げたりしないで取り付けることができるこのタイプが最適です。それではこれからインジケーターの取り付けについてやってみます。まずあらかじめ通しておいたゴム管は2個あります。それを左右に刺して取り付けます。このような状態になります。これは金属ラインでドラッグがかかりがちなトロセ、緩い流れのところに使います。そうすれば有効にこれが働きます。なお風の強い日にも有利です。仕掛けは脈釣りと同じで、ゴム管さえ先に通しておけば目印をすぐインジケーターに変えることができます。インジケーターの位置は餌を流す水の層に合わせます。この釣法に適したポイントの一つ、トロです。それでは流し方についてやってみます。まずこのようなトロは手前から仕掛けを投入します。投入しましたら流れに沿ってこのように自然に流します。当たりがあればインジケーターが沈み込みます。ルースニング釣法はラインを張らずにややたるませ気味にしてインジケーターにテンションを与えないようにします。ルースニングという名前の由来はここから来ています。そして比重の大きな金属ラインは重りも軽くて済み、流れと水深によっては重りなしでも使えます。ヤマメが餌を捕らえた時インジケーターにテンションがかかっていないので抵抗なく食い込みます。これは金属ラインの特性を生かした釣法と言えましょう。来ました。元気がいい。アマゴですね。はい、来ました。当たりはこのようにインジケーターが引き込まれるので、初心者でもはっきりと分かります。もう一度見てみましょう。はい、当たりました。
異常を感じたら 0.2 秒で餌を吐き出すというヤマメも、この調法ではテンションを感じないので安心して餌を食います。したがって合わせは脈釣りより少々遅れても大丈夫です。はい、出ました。20センチ弱ですかね。まあまあ綺麗な山です。狭い日本では釣りに行って先行者に会わないことはまずありません。かなり時間を置けば釣れますが、それ以外の方法があります。先行者対策はまずこういう人の狙わなかった橋の下、このような枝が張り出しているようなところは、誰もが経営して竿を出さないので必ず魚が残っています。こういう場所も見逃せないポイントです。そしてまた対岸のあのようなヘチも狙い場所です。このような深い縁の底も見逃せないポイントの一つです。意外に竿が入りきっていません。こういうところは流れの筋目に仕掛けを入れ、よく流れになじませます。そして流れなりにゆっくり流します。低層を分流も意外に人が竿を出しませんので狙い場所です。綺麗なヤマメです。
さて、名士と言われる釣り人の絶え間のない研究心と向上心の結晶である金属ライン新調法、いかがでしたか。この調法をマスターすれば、先行者がいても今まで届かなかったポイントも、そして分かりにくかった当たりも、もう怖いものはありません。釣り場に合わせて金属ラインの脈釣りとルースリング調法を使い分ければ、あなたの釣果は一段と上がるでしょう。もうこれからは渓流釣りも金属ラインの時代です。ぜひ皆さんもこの新調法をマスターして、憧れの大山目を手にしてください。